後半戦は翔英のキックオフで試合再開となります。翔英のキックオフキッカーは48番永瀬、近畿大学の出身のプレイヤーが務めます。三重リターン入ります。このリターンは翔英4番が見事にカバーし、三重リターンを自陣20ヤード手前で止められました。タックルをしましたのは翔英ブレザーズ4番澤田、中京大学出身のルーキープレイヤーです。三重自陣19ヤードからファーストダウン10。パス成功。クォーターバック9番、ワイドレシーバー81番にパスを通しまして、約8ヤードのゲインとしています。パスを投じましたクォーターバック9番は日光、北海道工業大学出身。取りましたワイドレシーバー81番はフル、山形大学出身。三重自陣27ヤードからセカンドダウン2。パスは不成功、しかしイエローフラッグ、反則が発生しているようです。ディフェンスの反則です。パスインターフェア、前パスが浮いている間に相手選手に接触しました。この反則は重大な反則として扱われます。反則発生地点での、三重ファーストダウンという形になります。したがって三重は攻撃権を前進してファーストダウンとしました。三重ファーストダウン。三重自陣34ヤードからファーストダウン10。さあランニング枠16番に託しまして中央突破を図ります。しかしこれは翔英のディフェンス集まりよく1ヤードロスとなりました。キャリア16番は下手でした。三重自陣33ヤードからセカンドダウン11。パス不成功。クォーターバック9番、今度はタイトエンド28番へのパスでしたが、このパスはタイミング合わず、パス不成功となっています。三重自陣33ヤードからサードダウン11。パス不成功。クォーターバック9番、左に流れながらターゲットを探そうとしましたが、翔英のディフェンスプレッシャー厳しく、パスを投げ捨て、パス不成功としました。結果的に攻撃権1つを喪失し、フォースダウンに変わります。
三重自陣33ヤードからフォースダウン11パントフォーメーションを選択しました。パンターは三重25番の鈴木が入っています。これを翔英リターンに入ります。相手ディフェンスの裏を縫うように自陣40ヤードを超えたところでアウトオブバーンズ外へ出ました。この位置での攻守交代となります。翔英自陣43ヤードからファーストダウン10。翔英ランニング枠33番に託し左オープンへのランプレー展開しようとしましたが、三重素晴らしいチャージによりこのランプレーを1ヤードのゲインで阻止しました。翔英自陣44ヤードからセカンドダウン9。今度はショットガンフォーメーションから再びランプレー託されました。キャリア29番、相手タックルをすり抜け約4ヤードのゲインとしています。キャリア29番は柏原、近畿大学出身。翔英自陣48ヤードからサードダウン5。パス成功、ファースター。クォーターバック2番、ここでミドルゾーンへのパス、これをワイドレシーバー6番見事にキャッチし攻撃権更新、ファーストダウンとしました。密集点素晴らしいキャッチを見せたのはワイドレシーバー6番の大倉、近畿大学出身のプレイヤーでした。翔英相手陣45ヤードに入りましてのファーストダウン10。ナイスラン、ファーストダウン。ここでランニングバック29番ハンドオフを託され、中央突破、そしてそこから左オープンにカットバックを切り大きくゲイン、ファーストダウンとしました。素晴らしいラン見せましたランニングバック29番は柏原、近畿大学出身。翔英相手陣24ヤードからファーストダウン10。ナイスラン、ファーストランニバック33番オプションプレーのピッチを受けまして左オープンを展開。オプションはクォーターバックが持つかランニングバックが走るかの選択プレーです。託されましたランニングバック33番左オープンを走り、タックル受けながら大きくゲイン、ファーストダウン、攻撃権更新といたしました。
翔英、相手陣4ヤードからファーストダウン2ゴール。さあフルバック5番のダイブプレー、これにより2ヤードですが着実にゲインしています。果敢に中央突破を図りました。ランニングバック5番はタイトエンドになっております辻井、近畿大学出身。翔英、相手陣2ヤードからセカンドダウン2ゴール。タッチダウン。今度はテールバックに入っていた33番にハンドオフ。33番、相手のディフェンスの裏を突くようにステップを踏み、右オフタックル駆け上がってエンドゾーンに入り込んでタッチダウン。翔英6点獲得。このプレーは失敗となり6点止まり。翔英ブレイザーズ19点、三重ファイヤーバード0点。トライ4ポイント失敗としましたが、しかし翔英さらに得点を上げましてその差を広げました。先ほど得点を挙げた翔英ブレザーズのキックオフで試合再開です。さあ三重リターン入ります。三重リターナー32番、果敢に中央トップを図りまして自陣20ヤードを超えたところで止まりました。三重自陣24ヤードからファーストダウン10。パス成功。クォーターバック9番ワイドレシーバー81番にパスを通し約4ヤードのゲイン。先ほどからこのワイドレシーバー81番へのショートパスは確実に決まっています。クォーターバック9番日光、ワイドレシーバー81番フルのコミュニケーションは今シーズン有効に機能しています。三重自陣29ヤードからセカンドダウン5。パス成功。ファーストダウン。今度は1点ロングパス。クォーターバック9番、同じくターゲット81番のフルにめがけて投げ、これを見事に81番フルがキャッチしまして大きく前進。三重ファーストダウンとしました。これにより三重相手陣42ヤードに入りましてのファーストダウン10。
ここで三重ワンバックフォーメーションからランニングバック25番に託しまして中央突破、約3ヤードのゲインとなっています。キャリア25番は鈴木、富山大学出身。ここで第3クォーター終了です。第3クォーター終わりまして、昭栄ブレザーズ19点、三重ファイヤーバード0点で攻守方向入れ替え、最終クォーター第4クォーターに入ります。